あります浦和丸善さんにお邪魔しております。こちらの丸善さん、今月とそして先月もね来店させていただいて、先月は残念ながらちょっとボーナスを引くことができなかったということなので、今日はリベンジ、しっかりとビッグボーナスを引いて勝利に持っていきたいなと思っております。まずは台を選んで10分間の実践行ってみたいと思います。入店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 、やってきました丸善さん、前回お邪魔してるのでラインナップはしております。こっちがパチンココーナー、ほらここにアントニオ猪木がずらっとあるんですけれども、私が今日打つのはスロットコーナーなので2階に行きましょう。まずはこっち ART 機なんだよな。 ART 機怖いけど回数ついてるね。ただな、怖いんだよなやっぱり。あ、ゴッド引いてる。ゴッド引いてる、すごい。ちょっとゼロゼロ台行ってみますか。チャレンジ、チャレンジでゼロゼロ台、超チャレンジゼロゼロ台。今日1回もボーナスを引いてない台、これで見事ビッグボーナスを引きたいと思います。頑張る。それでは、前回のリベンジも兼ねてニューアイムジャグラー EX を、で今日ね1回も当たってないんですよこれなんですけど、昨日も当たってないんです。そろそろ当たるだろうっていうことで、ちょっとかけてみようかなと思います。それでは10分間実践を開始したいと思います。よろしくお願いします。よろしくよろしく、本当に本当にね、もうよろしくお願いしますよ。最近あれだからな、手かんないからな。まずは50枚目、おスイッチ手かんないかな。さすがに無理でした。1ゲームは無理か。でも前回引けなかったから今日は引きたいんだよな。マルゼンさんで前回ねジャグラー打ってるんですよ私、多分その辺の台、ちょっともうちょっと左の台を打ってるんですけど当たってないの、だから今日は当てたい。ただ今生放送、この間初めて出させていただいたんですけど、私はキタックさんと生放送をやってて、それでオカルトをね研究してるという、オカルト、皆さんから寄せられたオカルトをちょっと検証するっていうコーナーがあるんですけど、なんかね本当皆さんいろんなオカルトがあって、もう私もオカルトはありますよ。よく閉店ちゃんでも言ってる、サキペカする台は頑張る台で追加投資です。追加投資150枚目、着々と追加投資の波が押し寄せてまいります。追加投資200枚目、最近ほんとジャグラーが冷たいんですよ。普段もプライベートとかでやっぱり時間が限られてる時とかは ART とかだと引いちゃって取り切れないとかが嫌なので、ジャグラーの良さそうな台とか打ったりするんですけど、最近本当にジャグラーがねペカらない。びっくりするぐらいね、ここのランプ切れてんじゃないのって思うぐらいペカらないんですよ。ただ LED だからね、まあ切れないんですよ。ちょっと待った、ちょっと待った、やばいやばいやばい、追加投資だ、追加投資、250枚、もうビッグじゃないと勝てない。
んだろうな、この相性とでも言うのかな、ニューアイムジャグラー私あんまり弾いた覚えがない。いや、しかしそれは覆さなきゃいけないものだから、今日ぜひとも勝った勝った、やった、ガコって言ったよ、リンクピークボナース、皆さんね、いつも弾幕ありがとうございます。そんなわけで念願のリックを聞きました。やったー、ほらー、ニューアイム優しいんだよ。あ、言いたかったんだ、皆さん P マートテレビで見る方と、多分 YouTube で見てくださってる方と、あとニコ動で見てくださってる方がいると思うんですけど、ニコ動で見てくださってる方みんなね、弾幕書いてくれるのだからね、ちょっと言いたかったの、私自分で言いたかったの、みんなの弾幕に感謝をして言いたかった、ビッグボーナスと。実は今閉店アナウンスが流れているんですよ。なのでこのボーナスが終了したらゼロやめということで、ゼロゲームやめをさせていただきます。そして、ただいまのお時間で終了となります。ほら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 、やったよ、今日は見事勝利でございます。364枚、やった、実戦終了。本日マルゼンさんでの実戦、ニューアイムジャグラー EX のリベンジということで、前回もマルゼンさんでの閉店ちゃんでニューアイムジャグラー EX 打たせていただいたんですけれども、前回弾けなかったので今回リベンジということで今日も打たせていただきました。はい、そして結果の方はと言いますと、ドドン、投資が250枚、そして回収が364枚、ビッグボーナスゼロゲームやめということでプラス114枚、勝ちました、やったー、勝ったよ。もしかしたらプラス、今トータルもしかしたらまだマイナスかもしれないですけれども、こんな感じで調子よくどん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 右肩上がりで上がっていこうかなと思っております。そして本日撮影に協力していただいた浦和マルゼンさんの宣伝を少しだけさせていただきます。11月、今も撮っての11月なんですけれども、11月、多分この動画がもうアップされている頃には新台の新しい仕事人がパチンココーナーに導入されるそうなので、ぜひぜひ皆さんそちらも遊びに来ていただければなと思うんですが、それ以外にもこの多分動画がアップされる前後に12月4日、寝台入れ替えということで、パチンココーナーに花の刑事、缶でいいのかな、とにかくパチンコの花の刑事、そしてスロットコーナーに秘宝伝が導入されるということなので、そちらも皆様楽しみにしていてください。さらにさらに、12月16日、またもピーマートテレビの動画撮影をこちら浦和マルゼンさんでさせていただきますので、皆さんそちらもよかったら遊びに来てください。誰が出るか、何の動画かはまたそのピーマートテレビのホームページとかでもしかしたらわかるかもしれませんので、撮影のスケジュールとかもねちゃんとチェックしていただいて、で遊びに来ていただけたら嬉しいなと思いますので、皆さんよろしくお願いします。やっと勝つことができました。浦和マルゼンさんでのリベンジ成功。次回も皆さん、ね、
楽しく見ていただけるように、そして私もバッチリ勝てるように頑張っていきますので、また次回もよろしくお願いします。それではまたねー。